はい、神社の順でございます。本日もラングリさんの場合でやっていきましょうか。少女たちの旅路2日目になります。まあどこまで私がクリアしていけるか分かりませんけど、本日2日目のクエストをやっていこうかと思います。ではスタート。はい、ということで本日はこちらネクスト反逆者の刃というタイトルになっております。こちらの方はストーリーですね。ちょっとやっていきましょう。はい、ということで早速第2ステージやってまいりますけど、まあローガがやってきました、ある村に。で、村人がやられてしまうというところで急に立ちはだかったのはこちらエミリアと。で、なんとそこの村には転生ジェシカが15年間眠りについていたんですが、起き上がって、あの鎧はと、レイガルドの鎧はみたいな話になりました。ところでここに登場という形になっておりますな。どうやら参加人数ゼロなので完全、マイキャラは使えないような感じになっております。敵のレイアウトを見ていますとほとんど槍兵ばかりですな。はい、では早速行ってみましょうか。まあ第2ステージぐらいだったらね、まだ下手したらオートでもいけんじゃねえかっていうぐらいですよね。自身の目的はあっさりと、出ましたかお前。なんて読むんだろうこれすんげえ難しい感じなの、初めて見るよ俺。あっさりと、まあ暴露した知ったかとかそういうことかな。お前反乱軍が派遣した暗殺者か。ふう、こんなガキに派遣するとは俺も舐められたもんだな。俺は相手が子供でも手加減しねえぞ。あ、第1話であいつら逃げてローガの耳に入れたんだね。無駄話はここまでよ。私はレイガルド帝国バルガスの将軍の娘、帝国最後の騎士エミリアよ。私は逆賊を倒すために来たエルイに使えるものは全て殺す。無鉄砲なガキだ。まあいい、帝国の残党どもはこのローガが片付ける。こちらローガ、あっちのバルガスの村が、ルシウス様よ、教えてください。私は一体どうすればいいのと。味方についてくれよ。ちなみにですけど、この転生ジェシカ NPC ですね。コンピューターが操るキャラクターになってます。つまり準備完了、操るのエミリアだけか。そっか。危険範囲、まあ、どうせガード張ってくんだろうなこいつらが。あ、全く何も持ってないねスキル。ガードも持ってるんじゃね。あ、こっちが持ってるな、ガード。あ、ガード持ってるね。ガードだけね。ガードだけのやつ。俺、そしたら総力戦だけ持ってんだ。初手とオーディ行こうか。準備完了。このホーリーガードにしよっか。これどう動いてくるかね。ひるむものですか。まあちょっとここで様子見てみろ。動きが全く分かんない。あれ、村人逃げていくね。これはこれでいいんだね。で、追っかけてくるね。ガードされた。ジェシカの動きなし。おお、動いてきたね。止めなさい。あ、やめなさい、ローガ。これ以上誰も殺さないわ。殺させないわ。援軍、あんた一体どっちの味方なの。ふう、また一人増えたか、次から次へと。私のこと覚えてないの。確かにそうだよね、ローガ。いや、確かに見たことが。バカな、あの姿、あの女神の代行者も、もう死んだはず。あれ、お前はジェシカ、いや、お前は15年前に死んだはずだ。展開で俺とエルヴィンの手で。偽物か、あのローガ。もうあれは影武者なのね。あそこに鎧を着てるのは本物か。卑怯者、正々堂々と勝負しなさい。うん、生かして返さねえぞ。レイガルドの残党どもめ、お前たちはエルヴィンの平和の道にとって邪魔でしかないんだ。やめなさい、恨みは作通陸では解決できないわ。どうしてわからないの。ちょっと長いねもしかしたら編集で切っちゃうかもしれないやつね。ごめんなさいね。やめなさいやめなさいって言ってるでしょ。あ、ちょうどそう言ってたら終わったよはい、行きましょうか。あ、ここからねジェシカが動けるようになりましたね。ただこれ魔法攻撃が届く範囲にないか。いないね。もうちょい引き付けてみようか。村人絶対逃げると思うから、光は私と共に、森林にちょっと隠れた形にしましょうか。エミリアに関してはおそらく
反撃が使えると思うんで、あーまあいっか、ここで打とう。うん、ローが打っていこう。ちょうど橋だから1対1のはず。村人とりあえず逃がしたよ。あー斜め上行けんのか、なるへそ。うん、本物のローが、回復手段はないので気をつけないといけないな、これ。 OK、 強いね。うん、強いというか敵が弱いだけかもしれないけど、よし。そしたら後ろから援護射撃だね。どうしようかね。ファイヤーボーで行こうか。届くところからよいしょ。 OK、 演出がなしだね。味方のみ演出ありにしようか。ここで偽ローがいけたらいいな。ちょっと、あーそっか、ダードがあった、失敗したな。これで残り敵は4体ですね。あーそういう立ち上がりつくら、あーでもいい感じで倒せるね。うん、本物のローがエミリア一強だなこれ。うん、もうなんかカウンターが強すぎるわこいつ、めっちゃいいね。とは言いつつもエミリアも結構ヒットポイント減ってきてるからね。ホリガー防御力アップしつつ加勢していきましょうか。今度はこっちのスキルだ、ドン、いけ、ウィンドカーツ、ドン、いいね。あとはエミリアが倒されないようにしていくべき。両方ね、あの遠距離系から攻撃の反撃はいけるはず。ジェシカも、ただジェシカがどんだけ防御力があるか。いや、いいねいいねいいね、ナイスガード戦術、これでおしまいでしょ。はい、ということで見事第2章はクリアでございました。はい、ということで終わりましたけど、どうやらエミリアがローガをもしかしたら殺しちゃったっていうことなのかな、話の展開から。はい、そんなような状況でございました。はい、ということで2日目も無事成功ということで、こちらも明日じゃないと開始ができないということなので、今回解放されたこちら、少女ミッションレベル35の B の方、ちょっと中身見ていきましょうか。ここもオートマで行けるような編成でいきたいと思います。敵は右側にスカル系ですね。うん、強襲かけてくるようなやつで、あとは、こちらのグリフィン騎兵が1人と、で水兵がいるという感じですね。まずこの2人でしょうね。ケルベロス、スカル系どやつで受け止めるかだね。ただポイントアップを狙っていくとして考えたら、あ、ジュグラーがいるね。ジュグラーと、ユリアはまあ回復系も含めてこっちに置いておきましょうか。いやでもユリア倒れたらきついからこっち置いて、ラーナを入れて、結構いいメンバーが使えるんだなこれ、思いのほか。うん、よいしょ、これでいきましょうか。ちょっと右からの圧でシグマが倒れるような気もしないでもないけど、ちょっとこれでいってみましょうか。アウト、ドン、最速狙いましょう。あー上にもいたのか、上ノーチェックだった。あー、ただラーナがいるね、行ってくれた。うん、最高。11時今ね2分なんですけどね、2分以内で終わってくれたら嬉しいね。うん、あーそっか、先制取って倒しに行かない、ごめんなさいねLINE とか好きやから来てるけど、うん、ちょうど11時の切り替わりで結構こう LINE の情報とか来ちゃう。いいねいいね、いいカウンター、これで稼ごう。ジュグラね、最近ねちょっとね成長させ始めたんでね、こんなに使えるキャラってね僕知らなかったです。一応一周全部使っちゃいました、窓席、はい、4つ使いました。だからモリモリにはしてる。ただ、絆の方でね、鍛えてがほとんどいない状況にはなってます。うん。まあ、このレベルだったら全然使えますね。レベル35ぐらいだったら。あとは、下が来てくれるのを待つって感じかな。うん。カウンターで
結構倒せたし。あ、ユリアが言ってんのか。さあどうだ。うん、大丈夫大丈夫、全然大丈夫ですね、問題なし。あと水平が、あ、制御して多分カウンターで終わりかな、きっと。大丈夫だよ、はい、という感じですな。1分ぐらいで終わるかと思います。よかった、収録にもね、助かります、このぐらい短いと。はい、ということで、今回も無事クリアということでございました。はい、ということで最後にですけど、ちょっとねポイント報酬の方を見ていきましたら、いつも結構ここでスキン入っているようなイメージでしたけど、今回ね特殊スキンとかなさそうですね。すべてアイテムがゲットできるような感じですね。まあいつものポイント9万点ということになっております。まだポイント700点ぐらいだけど、まあもうちょっとね、いろいろレベル55ぐらいの周回できるようなところが出てきてから、僕はね回そうかなと思っております。あとは高難易度系、多分この紫のところがそうだよね、きっとね、高難易度なんだろうなとは思うんだけど、その辺が果たして僕ほとんどクリアしたことないんですよ、今までやってきて。ちょっと今回はね頑張ってやってみようかと思いますけど、クリアできるかなという感じで、どこまで私の連勝も続くでしょうかこの5日目ぐらい、父の軍旗ぐらいまでは1回も負けずにいけるような気はしますんで、ちょっとね、お楽しみをということで、本日はここまでしたいと思います。もしよかったらグッドボタン、チャンネル登録していってください。では皆さん、バイバイ、ありがとうございました。